アルバルク東京公認応援番組アルバルクフープ、アリーナ MC の南隼人です。アルバルクニュース。さあ、このアルバルク東京、11月まではなんと10連勝とスタートダッシュを切って素晴らしい活躍、そして試合運びとなっています。そんな中、アルバルクニュース、本日は高校先輩後輩のこの2人を特集してまいります。ではまいりましょう、アルバルクフープ WE。 次のニュースなんだっけ。アルバルク東京、ホームアリーナで熱い戦いを目撃せよ、共に勝利をつかもう、アルバルク V。 というわけで、今回はこのお二人に登場していただきましょう。背番号10番ザック・バランスキーです。背番号25番福澤光平です。キャプテンとしてチームをまとめ上げるナイスガイ、ナンバー10ザック・ベアランスキー。その冷静沈着なプレーがチームをさらに引き上げる、ナンバー25福澤光平。この2人、実は深く長い関係があるんです。今東海大諏訪高校に名前変わったんですけど、僕らがいた時は当時東海大さん高校で、ザックさんが僕の1校上の先輩で、2年間一緒にプレーさせていただいた、はい、大先輩です。さらに実を言うと、僕が1年の時の3年生2校上に光平のお兄ちゃんがいて、卒業してその次に光平が入ってきて、でずっと一緒に朝のシューティングとかも光平とシューティングパートナーやってて、当時は毎回3ポイントラインを踏んで全部2ポイントで、毎回光平に2だよ2だよってめっちゃ言われた記憶あります。すごいね、右足だけ前に出るんだよ当時は。当時は毎回右足が出てラインを踏むっていう。なんか今でこそでも3めっちゃ入るんですけど、なんかミドルばっか打ってましたよね。ミドル外す気しなかった。ミドルめっちゃ打ってたマジで。打った瞬間にもうディフェンス戻ってた。すごい努力家っていうか、真面目に人より練習やってウェイトやって、あとめちゃくちゃ走れる。体力は無限にあったイメージはある。そうす、まあ、率直に、まあ、嬉しいっていうか、まあ結構だって13年ぶりに同じチームでやるってなって、そのザックさんが優勝するシーン1回目か1回目の優勝の時も僕そのアリーナ行って見てたんで。え、そうなの。え、そうだよ僕もそれを写真撮って待ち受けにして、いつかここで同じ試合するんだって最初、今待ち受けちゃうんですよ、今ちゃうんですけど、その時はもうずっとしてたんですよ、この会場で一緒に戦うって思って、あとはもうあの場に行って、まあ、一緒に優勝したいっていう気持ちしかないんで、まあ、今年一緒のチームメイトになって、昔からのその努力家は変わってなかったのをまた一緒になって見るのも安心したっていうか、なんかだからこそ結果ついてくるなっていうのは分かったし、チーム入ってもそれがすごいみんなにいい影響を与えて、大阪部大輝が心開くのが遅いんですよ、人に。すごくシャイで、公平来てからオサがすごい人間らしくなってきた。なんかすごい公平のこと好きなんですよ、大阪部が。だからいろんなところでその話聞くんで、いや逆にどうやってバスケしてたみたいな、僕からしたら。高校時代の2人、めちゃめちゃ興味あります。もっと聞いてみましょう。ザック・バランスキー福澤光平の夕焼けアルバム。ここからは少し時計を巻き戻して、2人には高校時代に戻った感じでカードに書かれたテーマについて語ってもらいましょう。これで印象に残ってる先生はいますか。いや、これはもう、はい、イリの高行、はい、もうバスケ部の顧問の先生で、僕ら寮入ってたんですけど、僕の部屋2階の端っこで、下の1階が当時入りの家、先生と奥さんと子供を住んでて、で10時以降にうるさくしてると下からピンポン鳴らされて、寮内放送、
あうるせえやついるから回るぞみたいな。あやばい俺らの部屋だっていう、ちょっと面白い印象もあったし、でも本当に何だろう、入りの先生に僕は高校呼ばれて、それでバスケ人生が始まったって言ってもおかしくない。なんですかね、そのバスケだけじゃなくて、そのなんか人として大事な部分っていうのをすごい僕教わったなっていう、すごくまあ厳しく教わったり練習も激しくやって、なんだろう、いろいろ耐える力はついたというか、挫折はそんな簡単にしない人生にはなったなっていうか、何があっても乗り越えていけるなっていう自信はすごいつけてくれたよね。バスケ以外で好きだったこと、バスケ以外で、バスケ以外好きだったことなんだろう。高校で寮入って、夜練習とか受験終わって転校終わった後にみんなで一緒にゲームしたり、遊んでたのはすごい好きだったっていう、本当に青春じゃないけど、諏訪がすごい田舎で学校の周りでやることなかったよね。チャリ借りて、でっかいスーパー、名前何でしたっけ、荻野に行ってマック食うのはマジで罪悪感というか背徳感というか感じながらみんな でそこのチャイムが、その館内放送のチャイムが寮のチャイムと同じだったんですよ。で鳴った瞬間みんなパッてなって、えってなって、でその時にだからマックのナゲットとか食ってるんですよ。でそれでだからビビって先生とかもいないかな、一応マック食っちゃいけないっていう、一応ダメって言われてて、みんな食い行くし、でもよくそのでっかいスーパーに先生も家族で来るからみんな食いたいけど、もうすぐ食って、今まで目を気にしながら今考えたら、やっぱそういうのも、そういうのは面白かったですね。今考えたら、当時はマジでビビりながら言ったんですけど、今考えたらこうやって笑い話になるんで、まあ面白かったですね。もう井野先生呼んだ方がいいよ、もうここに。やばい高校時代によく食べたもの、マック？マックはマジで食べてない僕は本当に。一応俺はマック許されてた。そうだから、なんかおかしいですよ、なんか許される。アメリカ人はアメリカ人にとってのマックはおにぎりって言われてたので、一人だけ一応 OK はもらってて、よくみんなからお前マック買ってこいって言われて、お前持っててもいいんでしょみたいな。次、好きな教科、苦手な教科、まあ、英語が得意でそれは得意とかじゃないっしょ、だってもう分からないことがないじゃん。逆に確かに、どうしてたんですか英語の授業って。だって先生よりだって堪能なんだから、もう教科書でさ、例えばなんかボブとマリーが会話するみたいな、俺どっちかやらされる先生と俺と先生で教科書読んでた。だってしかも先生の発音じゃなくてザックさんの発音だったら聞けなくないですか、周りの生徒が。多分まあ優しく言ってた。さすが、さすがや。さすが。だからあとは、暇してた。そうだから、未だに覚えてる、僕ら3年生引退したら3年生送る会っていうの食堂でやって、で保護者も来るんですよ。で全員 生徒3年生が親に感謝の気持ちみたいな手紙書いて読むんですけど、ザックさんがその立った瞬間に、僕ら日本語でしか会話したことしてないから全然イメージなくて、ザックさんがそのご両親に呼ぶときに英語バーって言い始めて、誰一人何言ってるか分かんないみたいな覚えてる、それあったね。だからうちの親だけめっちゃ感動してない。そうそう、だけど周りはもう、そうそう、ナチュラルな英語だからもう聞き取れないし。あの頃の自分にアドバイスをしてください。18歳の小平くん、その時は、バスケやるかやらないかを悩んだり、看護師になって、まあ安定というかそういう生活を望んだりしてたと思うんですけど、あの時にした選択、バスケットを続けるという選択は間違ってませんでした。そのおかげで今アルバルク東京であなたの大先輩であるザック先輩と一緒にプレーできてます。あなたの選択は間違っておりませんでした。はい。おい、高校時代のザック、あの頃はもっとシュートばっかじゃなくてハンドリングも練習するべきだった。そしたらね、もっと見せれるかっこいいプレイヤーになってたかもしれない。今も悪くない。
でも一つアドバイスするなら、もうちょっとハンドリングはやっとけ。さあ、高校時代の思い出に浸ったところで、ザック選手、福澤選手にお互いを褒め合ってもらい、チームのさらなる成長につなげましょう。ヒゲがかっこいい。ミドルシュートバリ入る。スリーポイントバリ入る。スリーポイントバリ入る。ダメだ。昔はライン踏んでたけど、今は絶対踏まない。絶対終わんないやこれしてたら。あー、一番やっぱ愛妻家。髪型がかっこいい。何でしょう。優しい。ミラチャンネルかわいい。やっぱずるいな。おしゃれ。子供がめっちゃかわいい。これじゃなくない？それもう全部。いやでも公平じゃん。長いな長いな。映える映える映える。映える。映える、あの私服とかになった時映える映える。車の運転してる姿がおかしないっすか？安心してかっこいい。おかしくないこれ。おかしくない。おかしくないですか？大丈夫ですか？はい、今の最後のやつおかしいでしょ。何、車運転してるとこが。なんで。福澤選手には罰ゲームとして、高校時代に戻ってバスケの試合後に今の奥様をデートに誘ってもらいましょう。いきますよ、スタート。今日のスリーポイントシュートは君のために決めたよ。今度デートしよう。なんやこれ。いやー、いい特集でしたね。ザック選手、福澤選手のこの思いが伝わってきましたし、皆さんデートは代々木第一、第二、立ち日にぜひアルバルク東京の応援にお越しください。ではですね、高校時代の話をしていただきましたが、学生の皆さんに向けてのメッセージももらっています。どうぞご覧ください。見てくれてる高校生の皆さん、今の高校3年間すごく大切な3年だと思います。そこで作る友達はこれから一生関わっていく人もいる中で、本当に高校3年間は楽しんでほしいと思います。もしバスケに興味があれば、高校を一緒にやってた僕らを試合見に来て元気もらって頑張ってください。僕も応援してます。僕も本当高校生の時も中学生の時も結構勉強を頑張ったんですけど、バスケットだけっていうよりも勉強してた方が、自分が本当にやりたいことが見つかった時に選択の幅が僕は広がると思うんで、両方とも頑張ってください。そして今アルバルク東京すごい盛り上がってますので、ぜひ僕とザックさんが一緒にプレーするところを見に来ていただけたら僕らも頑張れるので、ぜひ応援に来てください。さあ、年末年始はどんなニュースが飛び込んでくるんでしょうか。年末年始も共に応援をしていきましょう。アルバルクフープ WE。 視聴者プレゼントのお知らせです。今回はザック・バランスキー選手、福澤晃平選手のサイン入りイヤーブックを5名様にプレゼント。番組ホームページの応募フォームからご応募ください。皆さんの番組の感想もお待ちしています。